Gods! なぜ俺たちを無視する？飛行士だ！考えても無駄だ！早い！精鋭の私たちが追いつけないなんて！このままじゃ！完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。アッカーマン、住民に近づく巨人を排除しろ。別の機関士が接近してきます。くそ、また住民に向かっていくぞ。救援要請か。
らしてやる。なんとかしのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。何？おい待て、アッカーマン。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員
全員で本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。よし、俺たちも続こう。待て、コニー。これじゃ人数が足りない。まず、近くにいる仲間を集めよう。生きられるのは勝者だけ。深淵弾だ。助けないと。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。なければ勝てない。本部の中に飛び込めるかもしれない。でも周りにいる巨人の数が多すぎる。いくら味方でも無茶だよ。カッサバイデ落とした。ズブッ。もう一押し。あれは
かなりまずい状況だぞ。かっさばいて、かっさばいて、もう一押し、もう一押し、まだだ。救援要請だ。
して蹴散らして潰す。なければ勝てない。カッサバイテル狙う。カッサバイテル狙う。
して狙う。どうやったらあんなに早く動けるんだ。キラ、いつもみたいに冷静じゃない。このままじゃユズレ。ミカサ、この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。戦え！ごめんなさいエレン。私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわあ！巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。